おはようごおざいはようごまざいす。ます。夢人の、夢人による、夢人のための情報番組。土曜朝の、気分は？ウェイウェイ。百瀬ひなです。カムイのひろです。よろしくお願よいろししまくお願いします。す。はい。はい。今週もこんな感じです。イエーイ。なんかでも、これも悪くないな。なんか楽しくなってきちゃった。おお、なんかあんまり悪くないよね、これね。なんかいつものところよりちょっと緊張感ないのは不思議やわ。まあまあまあ、だってさ、上植えてなんごってさ、片面完全にガラス張りやんか。で、外人が通るやん。そう。で、月曜日って、実はその上植えてなんごのビルの中に公文教室が入ってて、公文教室が入ってて、公文の子らがものすごい出入りするやん。で、なんかチラチラ見ていくのよね、なんか。そう、何してんやろ、この人たちっていうね。まあ、基本的に無視はしてんねんけど、まあ、人の目あるもんな。ちょっとドキドキするから。まあまあ、そんな感じなんですが、はい。はい。なんと11月も16日でございますよ、ももう、中盤まで来ちゃいましたが。う。いや、もうあとだって1ヶ月半で今年終わりやで。いや、もうほんま、このね、時間が経つのが早いって言ったら、もう年寄りの始まりっていう話だよな。いや、でも早いよな。いや、そうよね、もうね。はいつの間にやら年末に。い。年末に入ろうとしてるんですが、そんな、11月16日はどんな日なんでしょうか。はい、百瀬ひなの今日は何の日？ゾウさんの日。お。はい、街づくりの一つとして絵本コンテストなどを実施している山口県周南市の市民プロジェクト、絵本と物語のある街が制定しました。で、日付は、絵本と物語のある街の創立日である2010年、平成22年ですね。11月16日にちなんで、また、周南市は同様、ゾウさんの童謡ですね。ゾウさんなどで知られる作詞家、窓みちおさんの故郷であり、誕生日が11月16日だそうで、ああ、そこそやのわ。日と合わせて、その窓さんへの尊敬の意味も込めて、ゾウさんの日となりました。なるほど。まさかの作詞家さんの誕生日で、ゾウさんの日になりました。いや、もう、多分日本人の子供でさ、歌知らんかったおらんよね、多分ね。童謡ってもでもね、みんなやるもん今もね。やってんのかな？どうなの？今の子も知ってんのかな？みんな朝の会とかで多分いろんな歌歌ってやるから、多分ね、そのちっちゃい子たちの方が覚えやすい短さというか雰囲気やから。そうね。あれ、だから、お母さんへの話も書いてるからさ、ね。なんか、ゾウさんの優しさみたいなのを、なんか、歌ってる歌だったりとかするから。親子愛みたいなね。そういうゾウのさん優しいお目目してるから。いいお目目してますね、本当に。本当に優しいお目目だから。いや、もう僕らも、だからやっぱり小さい時ね、小さいって大きいの好きやん。大きいもん好きやん。クマとか、ゾウ。大きい動物がね。動物大好きやんか。なんか、ゾウさんって、なんか、みんな絶対鼻で滑り台したいって絶対思ってるもんな。いやー、思う。こう、乗っけられたいもん。乗っけてほしいよね。まあまあ、そんなゾウさんの日ということなんですね、今日は。そうなんです。ゾウさんの日でございます。ははい。い、そしてもう一つ。いいビール飲みの日。来たよ。よし。東京都中央区銀座に事務局を置き、ビール業界の健全な発展を図ることを目的に活動し、また女性に適正な飲酒を呼びかけているビール酒造組合が制定しました。日付は2014年、平成26年にアルコール健康障害対策基本法というものが施行されて、E-B-L-1116 で語呂合わせでございます。なるほど。はい。はい。という語呂合わせから11611月16日になりました。
で、女性にお酒との上手な付き合い方の知識を身につけてもらい、生活習慣病のリスクを高める飲酒をしている人を少なくすることが目的で、なぜ女性に向けてなのかなと思ったら、女性は男性よりもお酒に弱いとされていて、アルコールの分解が男性よりも遅いので、まあ、女性の方が、長くアルコールが溜まって、酔いやすくなって、飲みすぎて体を壊しやすいみたいなところがある。とのことで、女性に向けて、いいお付き合いをしていきましょうね、というのがこの日でございます。ほんまかよ。それ。もしかしたら、年々変わってるかもしれんけどね。なんか女性の主語とかめっちゃ多いぞ。意外と聞くよね。いやもう俺らかなわんようななんかもうすごい主語おるで。おる。おみやとか言ったら。うん。もしかしたらもう人間いろいろかなんか変わってるかもしれんけど、この頃は。毎年、高知で。うん。高知ってね、ベクハイってのがある。ベクハイ。ベクハイ。可能のかって書いてね。うん。何々すべくって。ああ。で、うん、その可能の川に杯って書いてベク入ってる、うんうん、どういうと、必ず穴が開いてたりするような杯、うん、例えば鍋物の蓋ある鍋蓋ある、うん、あれその蒸気逃がすためのかな、うん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 、あれに注がれたらこう穴を押さえながら出ないと飲まれへん、うんうんうん、だから手離されへん、あとかひょっとこめん、うん、鼻面って目のとこが目か、うん、開いてるやんか、うん、だからそこ指突っ込んでへんかったらあかんねんけど、これもう絶対下は置かれへんわけ、うんうんうん、やつで飲むお酒のことをベクハイで飲むっていうのよな、でそういう習慣があるぐらい高知の人は酒が大好き、日本酒が大好き、うんうん、でその高知のその八金って言われるすごい、うん、気の強い女の人たちばっかり集まって酒飲み大会があんねん、うん、すごいよ、もう一生ぐらい飲んでまうぐらいなんでしょ、一発やばやばいやほんとにだから俺は女の人がっていうのはちょっとえってそんなことあるかってちょっと思ったりするけどね、ちょっと違うかもしれんけど、むしろそのビニールというのはまあ俺一応言っとくけど、ビール平和党の党首なんですよ。うん、ビールがあれば何でもできる。ビールで世界平和を。1、2、3、乾杯って言いながら、ビールを飲むっていうね。楽しそう。ちゃんと T シャツもあるんで、ね、ビール平和党、ビールがあれば何でもできるって書いてある。うん、そうそうそう。ビールを飲みながら喧嘩はできへんから。ビールで笑顔になったら絶対世界平和になるからっていう、確かにいいと思う、そうそう、そういう趣旨でやってんねんけど、うん、その俺からしても女の人で、女の人ってほらやっぱビールあんま好きじゃないと思うよね、すごいから、うんうんうん、量飲んだらおしっこ気になるしすぐお腹いっぱいになっちゃうからって言って、うん、そうそうそう、飲みたがらない人だから、うん、ビアカクテルとかがね結構、うん、有名なのレッドアイとかでトマトジュースとか、うんうん、いろんなやつが出てるんで、ぜひそういうのから入っていただければね、女性も飲みやすかったりすると思いますんで、そうだね、いいビールの日ですから、そうみんな飲もう、今日はビールで乾杯しましょう、そうだよ、今日土曜日だからね、はいはい、まあそんな日なはビール飲めないんですけどね、あそうやんな、お前酒飲まれへんのあ、飲めるのは飲めるんやけど、ビールがダメ、炭酸とそのビールの苦さが苦手で、あほんだらレッドアイとか飲んだことない、飲んだことな、一回フルーツビールを飲んだことがあってそれは大丈夫、それはめっちゃ甘くてそれはめっちゃ飲みやすかって、うん、今なんかビールも出てるやつでもこう飲みやすいビールとかあって飲むけど、ちょっとやっぱりまだビールにはなれないそんなひなさんには、はい、ハートランドとか結構いいのよね、女性でも、ね、あっさり系、めちゃめちゃあっさりして、うんうんうん、でスルスル飲むよ、
なるほど。苦味がほとんどない。うん。で、ベルギービールで甘いやつとかもあるからね。うん。そういうやつとかも挑戦していただくとすごいいいんじゃないかなというふうに、ビール平和党党首としては思うんですけども。はい。じゃあちょっとぜひ今度教えてください。うん。今度行こう。はい。そこで1本取ってるかもしれん。飲みながらね。イエーイ言うて。イエーイ。じゃあ来年の11月16日、16日に収録あんのかな配信あんのかな確かに、ね、はい、そんな日でございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、今日もひなちゃんはここでさよならでございます。はい、ありがとうございます。みんな今日はビール飲もうね。はい、あとお願いします。はい、ということで、乾杯はい、はい。お、ごめん、飲んだろ。あ、いやービールって本当にいいですね朝からねすいません皆さん朝から飲んでまして、はい、すいません、まあ、今日はね、もうまたしてもあの隣にはあの、おっさんがいますんで、はい、まあ、ちょっとビールであの気を紛らしてる感じです。そうですね、あのそうなんですよ。だから僕ビール平和党党首ですね。評価してます、ね。そうそうそう。で、これがそのビール平和党の T シャツです。実際どういう活動したんですか。本当にね、あの集まってこの T シャツ着て集まってビール飲んでるっていう。わあ、素晴らしいですね。そういうことをあのもうだいぶ前にやってた、10年以上前にやってたんですけど、うん、でその時にもうみんなで盛り上がって、もう全国にこの T シャツ持ってる人60人ぐらいいるんです。全国で。マジでマジで。はい。で、まあ、集まるときはこの T シャツ着て、はいはいはい、でルービーカンパーとかって言いながらやってて、はいはいはい、でも僕が作ったんで、このあのビールがあればなんでもできる、あー、はい、ビールで世界平和、結構ありますよね、そういうなんかラーメン平和とか、あー、あります、あります、まあまあ、のあのみんなあの猪木が大好きっていうだけの話なんですけど、ね、あの猪木のスポーツ平和とかね、はい、みんなもらってる感じです、ね、はい、元気があれば何でもできるっていうのを、ビールがあれば何でもできるという機会、はい、まあ、でも実際ね、僕は本当に思ってるのは、まあ、ビールで、ね、気持ちよくなって、うん、あの楽しく笑顔になれば、喧嘩なんかやってる場合じゃないんで、はい、暗い世相ですか、ね、軽くもうやめよう、やめよう、世相の話するのやめよう、もうまたあの、縁が落ちてるとかね、もうそんなんもう、あのね、政治のせいで全部真っ暗になっていってるとか、そういう話は、やめてビールを飲んどきたいと思います。そうです、はい、はい、ということなんですが、はい、行きたいと思います、コーナーに、はいはいはい、シネマドンブリということで、映画紹介コーナーなんですが、はい、今日はゲストがですね来ていただいてましてですね、はい、関西映画宣伝の、松村さんです。そうそう、あのこれで来てもらうから来てもらってるみたいな感じなんですけどね、はいはい、でまたあの映画をご紹介いただけるということですが、はい、今回の、ご紹介いただける映画はどんな映画なんですか。ですね、12月の、はい、最初に公開情報いっちゃいますね、はいはいはい、12月の6日金曜日から、うん、ナンバーパークスシネマ、おムービックス堺、はい、テアトル梅田、お公開 で、はい、でちょっと今回は、うん、神戸京都は、12月の27金曜日とちょっとずれるんですけど、はいはいはい、カップリン京都と木のシネマ神戸で公開される、うん、また音楽ドキュメンタリー、はい、来ましたね、はい、ノーハンブルグ、はい、ノービートルズになります。来ました、これ。ね、もうまさにそのタイトル通りの内容なんですよね、きっとね。もう分かりやすい。はい、分かりやすいんですが、はい、とりあえずですね、どんな映画か、はい、お話しする前に、はい、皆さんには予告編をご覧になっていただきたいと思います。いきます。シネマドンブリBeatles had no money. I said, I'll take you all in a minibus. That was the start of an epic journey. In my opinion, our peak for playing live was in Hamburg. はい、ということで、まあまあ予告編見たらなんとなく分かったかなと思うんですけど、まあそうですね。で、タイトルがもう分かりやすいから。分かりやすい。はい、どういう映画なんでしょうか。まあ一応ね、多分ノーハンブルステージじゃないですか、
そうですね、のビートルズ、はい、否定じゃないですか、はい、だからどういう意味なのかなって映画見てもらったらまあ分かるんですけど要するにいやだから見る前にどんな映画か教えてよとそうそうやけども要するに、うん、なんていうの、この映画をね、うん、あの配給してるメガさん、はいはいはい、が、まあ、初めて音楽ドキュメンタリーを配給したのが、はいはいジョン・レノン、はいはい、音楽で、世界を変えた男の、はいはいはい、これもあの紹介していただいたことがありますけれども、はいはいはい、でこれはジョン・レノンが、まあはい、受殺されて、はい、亡くなったあの晩年ですよね、はいはいはい、でつい最近、うん、これもまた紹介私、はい、させていただきましたけど、はい、あのビートルズの奇跡、はい、リバプールから世界へ、はい、そうということはビートルズのあれあのドキュメンタリーはビートルズのリバプールというか、はい、世界的に有名にアメリカに進出するまでのリバプール時代の若い頃、はい、あの学生時代、はい、そういうところを追いかけたドキュメンタリーだったのがさらにまたマニアックなところ行くわけですよねこれそれが、はい、その多分ねビートルズの奇跡も出てきましたけど、うん、そう要するに武者修行で、うんドイツのハンブルそうなんですよビートルズが行ってましてこれ意外と知られてなくてそうでその時代のねこういうことがあったって、うん、多分ね、うまく映像組み合わせてるんですよ、はい、だから、まあ、ジョン・レノンの声とかも出てくるんですよ、はい、ジョン・レノンも亡くなってますから亡くなってますけどねジョージ・ハリスンの声も出てますけど、はいはいはい、これも亡くなってるから、うん、多分昔のいろんな、はい、過去にそのハンブルク時代を語ってポール・マッカートニーも、はいはい喋ってますけど、こういう時代だったっていうことを語ってるんで、まあ、現在ではあの前のね、あのニッキー・ホプキンス、はい、でもあの出てきました、ピート・ベスト、はい、ドラマね、うん、あのピート・ベストさんは、うんまあ、あもう出てきて、うん、あのハンブルでちょっとなんか恨みがましが出てました、ね、相変わらず俺は俺はリンゴよりうまかったんだ、いや、まあ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 、古代言ってましたけど、そのハンブル時代で結構これはなんか貴重なハンブルグ時代の、はいはい、そうそうなかなかねだからなかなかハンブルグ時代を知ってるまああの音楽だけ聴いてる人だったらほとんど分かんないんですよね、うん、でビートルズのことをちょっと調べてるとか、うん、そういう人たちはハンブルグのこと知ってるけど、うん、でもハンブルグでどんな感じやったかっていうのはなかなか ね知られてない、うん、結構貴重な貴重相当貴重やと思うんですねだからほんまにもハンブルグだけです、うんだからハンブルク時代の、まあまあ、結構リバプールでのキャバーンとか有名ですけど、はいはいうん、こういうその当時のクラブとかに、はい、ドイツの半分出てるんですよ、はい、その頃のオーナーとかね、うんうん、出てきてこういう感じであったっていう、うん、本当になんていうんですか多分インタビューの中に出てきますよその頃が一番尖ってたのビートルズああそこからはある人が言うとも甘くなったって言われてるけどほんまに尖ってたもう革ジャン着て、はいはいはい、ガンガンやってた頃のビートルズが一番荒くれだ大体ねあれなんですよあのドイツって土地柄がそうなんですよだって、ね、だっていまだにドイツはあれですからねあの、うん、ハードロックのメッカですからねそう、はい、だからあのいわゆるあのメタルとかって言われるような音楽もドイツが主戦場というからなんで、うんあのみんな結構アメリカって勘違いしてるんですけどす、ね、一番有名なのはドイツなんで、はい、そうだからロックに関しては、うん、あのなんだろうその系譜の中でいうとドイツって結構外せない場所なんですよねすごい重要な場所です ね, ねそうですよねでその中でそのハンブルグ時代を、うんビートルズがどう過ごしたかっていうのがロック史の中ですごく大きい部分なんですよね、うん、スチュワート、まあ、亡くなったねあの、うん、スチュワート・サトコリン、はい、さんとあの、うん向こうで出会った女性とのお話とかエピソードとか、はいまあ、いろいろ出てきて、まあ、これもまああの短い、うん、54分だったかな、はい、の短いあれなんで、うん、そういう意味 でさらに詳しくは、まあまあ、ビートルズに関してはいろんな書籍が出てますんで、はいまあ、ハンブルク時代のやつも、うん、あの最近あの出てますよ、うん、そこら辺なんか見ながらそうですよね、うん、合わせてその辺の資料と合わせてこの映画見てもらうとより理解されるというか、うん、と思いますが、はいまあ、結構だからもしかしたらビートルズマニアから見たらまあまあ既に知ってますねというところはあるのかもしれないけれども、うん、
やっぱり秋山さんもビートルズでも語り尽くされてるから、まあそうですね、うん、やねんけども、別にね、音楽っていうのはマニアのためのものだけじゃないんで、こうした映画で、うん、あの公開とかするっていうのは、はい、まだ知らない若い子とか、うん、ビートルズ知らない世代だっているんですか、ね、います、が、あ、こういう時代だって。でも、ね、意外とね、そう、ビートルズ知らない世代というか、まあ、当然ながら、うん、だって僕らだってビートルズ解散してからしか知らないんですよ。そうですね。だからあのビートルズがビートルズであった時代を僕らは生では見てないから、ね、あの熱狂のね、ビートルズマニアが、だからまさにあの映画のフィルムでしか撮ってなかった、はいはい、あのトーキーのフィルムでしか撮ってなかった時代のビートルズなんて僕ら全く知らないわけですよ。全く知らない。で、それが、うん、そうあの武道館でやった伝説のライブだってもう全然僕ら生まれるずっと前の話なんで、そうですね、うん、だからその僕らはジョン・レノンが死んだぐらいからしか知らないんですよね。ちょうど大学生の頃ですね。そうだから、正直言って、ビートルズっていうものに対するイメージってそういう、そう、なんかすごくいい人やったみたいだねぐらいな感じから入ってるんですよ、ね、うん、そうで音楽に出会って、わ、すごいな、やっぱ素晴らしいな、普遍的な音楽作るよなとかっていうので、ものすごい好きになってめっちゃ聞いたけど、うん、その歴史についてそこまで深掘りはしてなかったりとかする人も多いと思うんで、うん、はい、まあぜひぜひ、はい、あのこの映画で、はい、いろんな一面をね知ってもらうと、まあ、特にそのハンブルグでの、うん、なかなか一般には知られていないような、はい、そのやってたライブバーのオーナーさんやら、はい、当時付き合ってた彼女の話やら、いろいろと掘っていってらっしゃる内容なので、見ていただくと面白いんじゃないかなと、ね、だからあの時代の、要するに、まあ、ドイツっていうのは第二次世界大戦でナチスに敗れて、うん、はい、大空襲で、うん、もうすごい廃墟となった街で、うん、で多分終戦後10年ぐらいであんな繁華街に行っちゃうね。だから すごいですよね、まあ、東京だってそうやけど、人間ってすごいよねと思って見てたけど、ね、すごいじゃないですか、ネオンキラキラクラブができて、10年後でここまで、まあ、なんか復興でこういう建築やってる、はい、昔のフィルムとか出てくるけど、人間ってすごいなって、まあ、で特にそのドイツの場合、あの、まあね、あの東西ドイツが統合する前っていうのは分かれてて、はいはい、で同じ民族なのに分かれてるということにすごいフラストレーションを持ってた人たちも多かったからこそ、このロックっていうのがものすごく流行ったというか、そういう部分は歴史的背景としてはあるんだろうなと思いますけど、はい、やっぱりドイツっていうのはそういう意味でね、うんうん、あのデビッド・ボーイだってドイツでどうかもしれない。あ、はいはいはい、だからやっぱミュージシャンにとってはなんかドイツっていうのはちょっと特別なです、ね、意味がある、まあ、特にロックをやってる人にとってはっていうと、ね、まあ、あのイギリスがね、あのパンクロックっていう感じのイメージあるでしょ、はいはいはい、だからパンクロックはイギリスだから、あの UK なんだっていうふうに思ってる人もたくさんいるかもしれないけど、あのハードロックになるとこれ実はアメリカじゃなくてドイツになるんで、まあ、ぜひこのドイツ時代 あのビートルズがどういう感じだったのかっていうのをね、はいはい、描いているこの作品は、映画館で見てほしいなっていうので、そうですね、はい、ぜひ見に行っていただければなと思います、はい、思います、はい、ということで今日はですね、ノーハンブルグノービートルズ、という映画のご紹介でした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、では、中之島映画祭、いやいやいや、なんで立ってるの段取りがね、違う、今日はあのひなちゃんの代わりやで、ね、さっきまでゲストやったから、そうもうすぐに切り替えない、そうはい、もうこの小芝居やから行くよ、中之島映画祭場行きたいと思います、はい、行きます、せーの、西園さん、はい、ということで西園さんでございます、はい、さあ今日はどんな感じで、ね、今日はね、うん、ちょっとめでたいです、いやいやいや、そうは続かん、今日はね、また情報あったらぜひ紹介したいんだけど、はいはいはい、今日はですね、うん、あの採点、要するにお客さんが あの点数をつけていただいて、うん、グランプリを選ぶっていうスタイルをとってますので、うん、その採点のねことなんですけども、うんうん、あの今5点満点でやってるんです、はいはい、昔の通信簿がね、うん、あの5段階評価っていうのがあったの で、はい、でそれで始めたんですよ、はい、で1回だけですね、うん、10点満点にしたことがあるんです、お、はい、というのはね、例えばあの4点5点とかにつける人がいて、なるほどなるほど、分かる分かる、うん、気持ち分かる、3.5 とか、うん、
いう人はいたんで、なあ10点満点にしたら9点とか7点とか生かせるんじゃないかなと思って1回だけ10点満点にしたんですよ、うんはい、でもこれ偉いことやなっていうのがあって、なるほど、というのはね、うん、まあお客さんは面白いか面白くないか、はい、好きか嫌いか、好きか嫌いかっていうのがすごくあって、で例えばですね、うん、ホラー映画が苦手やっていう人は、うん、そういう作品については1点をつけたりしまうんですよ、うん、嫌いやから、嫌いやからっていうのがあって、でもこの1点をね1回つけてもらつけられると、それを挽回するのすごい大変なんですよ。10点満点やとね、10点満点なんでマイナス9点ですからね。そうです。でこれはちょっといかがなものかなっていうのがあって、うん、で今は従来通りの5点満点です。もうそうしないとね、やっぱお客さんは好きか嫌いかとか面白いか面白くないかと評価で決めてもらっていいの で、うん、でそれを変えるつもりはないんです。我々審査員、作品をね、上映作品を選ぶ審査員はいろんなことを考えて、ね、上映作品を決めてるんですけど、うん、一般のお客さんにそこまで構成、安静みたいなことは言えないので、うんうん、でやっぱり観客 の生の声っていった意味では、うん、もうそのまま書いてもらうのが一番いいんですけど、でそのためにね一点つけられてもう挽回できへんっていうのはこれはかなりの問題やっていう、ね、いやいや、だって一点つけられるやん。そうそうそう。ほんだら、これね8人が10点つけないと9点になる。そうそうそうこれは絶対具合悪いなってというの反省をしまして、今は5点満点です、はい、めちゃめちゃ面白いが5点、うん、面白いっていうのは4点、まあ普通かなっていうのが3点、うん、もう一つかなっていうのが2点、うん、いやこれちょっとこれ無理っていうのが1点かなとは思ってるんですけども、うんうんうん、ですから当日、うん、見に来ておられたお客さんは、うん、もうそのまま自分の気持ちを変えて、うん、点数を変えていただいたらいいかなと思ってます、はい。まあ、あと、まあ、僕からねあえてなかなかこれね主催者言えないんで、うん、僕から言うとくと、うん、見てないやつに例えば嫌いやからって位置つけるとかやめてください。そうやつねあるんですよ、見てないやつあかんか、あるんですよ、まだ上映してないのに点数書いててそうそうそう、これはちょっと見てないからダメでしょって言って、それは跳ねてます。そう、明らかに見てないって判断されて評価ついてるのは、うん、跳ねてます。そう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 、そういうことってね、はい、過去これ事実としてあったんで、あったんで、そうそうそう、あったんで、はい、ライバル的な作品をね1点つけたろうみたいな、そうそうそう、まあ、そこ、うん、まあ、そういう気持ちはわからんことはないけど、それはあかんやろっていうのは、あかんね、だからそれを防止するために明らかにこれは見てないやんっていうのは省いてます、うん、まあ、5作品ぐらい上映したとして、うん、3のところ、3作品目まではついてて、うん、あとやってないのについてたらその3作品まではちゃんと評価に入れますけど、はいはい、あと見てないやんっていうのは、もう跳ねるというね、はいはいはい、という形でやってますので、はい、ね、当日見られる方ぜひ自分の気持ちを5点満点で書いてください、うん、そして、制作者としてまたもう一つ言わせていただくと、はい、できるだけ感想を書いてあげてください。はい、もうこれね、もうすごくね喜ばれるんですよ。めちゃめちゃ嬉しい。ね、この間もちょっと平井君見てましたけど、うん、演劇とか舞台とかやったらね結構アンケートで、ね、感想とかもらえるけど、映画ってなかなかそういう機会がないっていうのがあるんです。でも中之島映画祭では書いてもらってて、はい、それを必ず制作者の方に渡してますので、でこれがものすごくありがたいっていう声をいただいてますので、ぜひ書いてください、はい、ちょっとでもいいです、アホみたいに書いてくれてもいいです裏面も書いてブワーびっしり書いてるやんっていうのもあります、はいはい、だからとにかくそういう観客の声を制作者にも伝えたいっていう意味合いもありますので、ぜひアンケートこれね本当にね、制作者としてその、まあ、一言でもいいし、たくさん書いていただいてもいいんですけど、それによってやっぱ自分の作品がどう評価されてるのかっていうのをリアルに知ることができるし、何より、まあ、あ、そうか、演出あんまり良くなかったなとかっていう次から次への、反省にもなるし、いろんなプラスにしかならないので、そうですね、ぜひ、はい、罵倒はやめてほしいけど
こともありますよ。まあ、いや、まあ、いや、その客観的にあかんっていうことを書いてくれないんですよ。ただあの お前なんか死ねみたいなのはあ、それはね、それはちょっと、それはちょっとあの評価じゃないですから、うん、そうそうそう、それはあんまり良くない、はいはい、まあそんな感じですので、はい、またあのね、23回今作品募集します。12月7日まででございます、はいはい、ぜひあの応募していただいて評価を受けてください。はい、はい、お願いいたします。はい、ということでした、はい、ありがとうございました。はい、ということで次ですね、今週の夢人情報ですけども、ひなは何かあんのかな。はい、ひなさんも今日も何かあるよ。はい、こちらからお邪魔します。はい、先週に引き続き熊に真珠というコンセプトカフェさんにお邪魔させていただきますと言いつつも、現収録時点でひなが次ゲスト出勤する日程がちょっと決まっておらず、ただ今のところ11月は週1回程度でお邪魔させていただくことになってるので、次1夜年となった方はぜひね X 見ていただけると日程なりなんなり、なんだリポストしておりますので、気になった方ぜひ遊びに来てほしいなと思います。場所が日報プラスワンビルの4階です。上がって左の方ずんずん進んでいったら熊に真珠の看板が見えてきますので、そちら勇気を出して扉開けてください。はい、そしてですね、私がいるのが19時から22時、お店自体は23時まで開いてたりするんですが、その出勤してる女の子たちによって時間も変わるので、他の日もね、可愛い子たちいっぱいいるんで、もし気になったらいろいろ遊びに来てみてください。そしてシステムが飲み放題システムで、1時間ソフトドリンク飲み放題1,500円、アルコールだと1時間2000円で、プラスタックスがかかって、楽しんでいただくことができますので、ぜひぜひ皆様、ひなが可愛いお洋服着ておしゃべりしてるところ、ぜひ会いに来てほしいなと思います。そちらであのカラオケのリクエストとかもできるんで、ライブちょっと行くは難しいねんなとか、なんかまあ気軽に遊びに来てもらえるかなと思います。もちろんお友達同士でね、あの仕事終わりにちょっと一杯行くかみたいなノリでも構わないので、ぜひ遊びに来てほしいなと思います。ということでひなの夢人情報以上です。そちらお返しします。次はそっちでね。はい、ということでですね、まあ、次行きたいんですけど、今週ちょっとあの映画関係の情報はね、ないみたいなんですけども、まあ、まだこの後、12月に向けてね、いろいろまたあるんで、またそれ楽しみにしておいていただければなと思うんですが、私の方でございます。先週も言ったんですけども、はい、私の方なんですけれども、11月18日月曜日、19時30分から僕だけのフライミートゥーザムーンと、大きな気になりたい、この2つを同時上映させていただきます。これ、いつものようにマテリアルのショートムービータイムで、やっております。そしてもう1つが、11月28日木曜日、18時15分から、トモルの上映がございます、ということなんで、これショートムービータイムは、まあ、1100円で見れるんですけども、プラス5円プラス、ドリンク、ドリンク代がつきますので、1100円プラスドリンク代で、ぜひぜひ、ご覧いただきたいと思います。まだご覧になってらっしゃらない方ね、僕だけのフライミートゥーザムーンで、あのもうあの今はなきというか、今まだあるんですけどね、あの難波屋さんっていう立ち飲み屋があって、その奥にある、ライブスペースっていうところで、ジャズをやってるその、西成ジャズさんっていうのが、まあ、かつてそこでやったんですよ。で今は新しい店舗になっちゃったんで、まあ、あの古い店舗の映像ってほとんど残ってないとか、この作品ともう一個あの鎌ヶ崎合戦という2つしか、残ってないので、ぜひ、ご覧になっていただきたいなと思っております。はい、ということで、今週の夢人情報でした。ありがとうございました。はい、ということで、エンディングでございます。はい、なんか駆け抜けた感じで、はい、ビールでそうなん、ビールのせいか、そうか、じゃあもう一杯飲んだらサクッと終わるから、ね、違うやんいやいやいや、まあね、今日はあのいいビール飲みの日
ということなんで、ちょっとまあこれでね朝からですけど、こういうふうに朝です皆さん朝ですけど今夜なんでここは収録は夜にやってる、はい、全然大丈夫、昼飲みも楽しい、ね、もう楽しいね朝から、でも僕の知り合いであれですよ、休みの日は朝からビール、やっぱそういう人いるんですよ、ね、まず朝は一杯のビールか、そう、なんかね、それがね、あれなんだって、自分たちのステータスになって、休みの日にビールが飲める、そんな生活。なるほど。そういうことらしいですね。それは分かるな。おさぐ。そうそうそう。まあ、ぜひ皆さんもですね、今日、今から仕事を聞いたらダメですけど、はい、もう休みですっていう人、もうだって、ね、これほら、10時45分から、もうすぐお昼じゃないですか。はい、もうこの時間ももうね、10時過ぎてますから、今この時間、はい、なので、どうぞ一緒に飲んでください、はい、はい、ということで、いいビール飲みの日でした、ベースで終わる、はい、来週は多分このビールは消えてるんで、はい、そして来週はここに、ひなが帰ってきてるはずなんで、はい、また見てやっていただきたいなと思っております、はい、ということで今週はこれで終わりたいと思います、ありがとうございました、ありがとうございました、さよなら。